乗倉岳山頂から見下ろした乗倉高原の前景地図乗倉高原は、飛騨山脈南部東側に位置する高原。観光利用が盛んであり、夏は秘書、夏から秋にかけては登山、冬はスキーを目的とする観光客が多く訪れる。また、複数の温泉が湧き出しているほか、よそからの引導もなされている。標高1600メートル付近に、休暇村乗倉高原がある。 のりくらだけから登録に流出した溶岩によって、形成された東西に細長い山麓高原である。全域が長野県松本市安住の王の川区に属しており、西半部は中部山岳国立公園にかかる。西端の最高所で約1800メートル、東端の最低所で約1100メートルという標高があり、夏でも気候は冷涼である。 2000年の国勢調査によれば356世帯910人を数えるが、うち年少人口率は約15%、老年人口は約18%であり、日本の山間部にあっては比較的若い人口構成となっている。県道の陸倉竹線に沿って東から大野川、中平、宮野原、番所、戦国平、奈良の木、鈴蘭の7つの集落が存在する。 豊富な自然を生かした観光産業が発達しており、住民の多くは観光産業に従事している。ペンション、民宿、旅館、ユースホステル、国民宿舎などを合わせると100以上の宿泊施設があり、レストランそば店、お土産や貸しスキーなども多い。3月初めには南極観測隊隊員候補が1週間、ルート工作や雪上歩行やビバークなどを訓練する。 冬訓練を行う。高標高側では、白川や唐松などの新葉樹林が広がる。一方、低標高側では、紅葉樹林も混じるという植生状況にある。一方、広大なスキー場を要するため草原も多く、また、集落周辺には畑も見られ、蕎麦などの栽培が行われている。自然が豊富で多様な動植物が生息する。 運が良ければ特別天然記念物の日本カモシカが見られる。1970から80年代のスキーブーム時代からはスキー人口が大きく減少しており、当期の観光では王子の賑わいを失っている。2011年7から10月の乗クラ高原、訪問観光客数は延べ27万4900人であった。これは前年同期比ント近い減少であり、 東日本大震災や6月の上高地土砂災害のほか、週末に天候不順が重なった影響が大きいと考えられる。観光客数はマイカー規制を始めた2003年の41万2500人以降、減少傾向が続いている。2012年4月28日から5月6日に春山バスを利用したのは1316人だった。ありがとうございます。